さあというわけで続きでございますよ。やってまいりましょう、ギガゾンビの逆襲。まあ今アイテムとかを、回復薬を4次元ポケットから出して受け渡して、これでいいのかなという確認が終わったら戦ってみようと思います。あとはあれだね、その前の枠で試した道具、ジャイアンの魔人のマイクですね。さあ果たしてこの魔人のマイクというやつがですね、なんか効果があるのかどうか、使ってなくなるのかなくならないのか、取り返しのつかないことをしたくはないんですが、さあ役に立つのか立たないのかと言っても、あれか、ここの戦闘終わっちゃうとジャイアンは仲間から外れてしまうから、魔人のマイクは使った方がいいんだな。そういうことか。ああそうか、魔人のマイクここで使わなきゃいつ使うんだってことになるんだね。ああ気づいてよかった。そういうのです、使っていきましょう。メガドラ焼き2個、ドラえもんはメガドラ焼き1個、あべこべクリーム、メンマくんは、ああメンマくんにメガドラ焼きを2個渡しておきましょう。危ないからね。よし、メンマくんに渡しておこう。よし、これでいいんじゃないかな。これで不測の事態にもなんとか対応できるんじゃないか。これでいきましょう。よし、行くぞ。えい、いやあ、もうなんでエンカウントするんだよ。全部準備整ったじゃん。もうね、よろしくお願いします。逃げる、よし、やるぞ。よし、ついにここまで来たか。しかし私たちは勝てないぞ。二人組か。土玉マスター、金と銀かなこれはな。よし、じゃあまずは秘密でコンクリーフードをメンマさんにかけ、あべこべクリームをかけ、ファイト小槌をメンマさんにかけ、そしてジャイアンは道具でですよ、使ってみるよ、魔人のマイク。おれはジャイアンってくるのかな。どうだ、あれ、魔人のマイクが効果がないと出たな。それはどういうことだ。あとのび太が瀕死なんだけど、魔人のマイクが効果がない、効果がない。何のためだ、魔人のマイクは。わからん。1ターンを無駄にしたと思えば良いだろう。とにかくじゃあ、あとは叩くしかないわな。そうか、ありがとう。あべこべクリームもなんか効かねえみたいだな。じゃあこれも戦うにして、とにかくあれだな、こうやばい時はこう回復を使いで、バリアポイントだ、バリアポイントでなんかすればいい。よし、我慢が上がった。よし、 のび太に今攻撃が集中しているらしいので、ドラえもんも戦うぞと。で、のび太はまだメガドラがあるから、これをドラえもんに使うぞと。そしてジャイアンのマイクは意味がないらしいので戦うぞと。
どうだ24 22 35、うわー91、誰が受けた、うわーメンマさんが受けたのか、うわーのび太とメンマさんが受けたのか、じゃあメンマさん戦ってドラえもん戦って、のび太はファイト小槌でメンマさんを攻撃力上げて、でジャイアンは土玉マスター、どうだ、まず片方落ちれば少し楽、おっかわした素晴らしい、うーん伸びたが危ない、伸びたが危ない、うーん伸びたはファイト小槌でジャイアンの上げ、ジャイアンは道具を使い伸びたを助け、大丈夫か伸びたっつって、どうだどうだ、うわメンマが100ダメージ、嘘だろ、よし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 、いいぞいいぞ、攻撃は散ってる、よしこれである程度バイキルト効果は出てるだろ、ドラえもん、いやドラえもんが回復をメンマ君に入れて、でのび太くんは秘密道具でイメージ実体、イメージ実体機でちょっとかわしを入れながらね、ジャイアンが俺に歌わせろと、いや戦いだと、どうだどうだ、落ちろ落ちろ落ちろ金色、落ちねえ落ちねえよう、わうーん、なんか秘密道具でないよな、ここは攻撃に転じてよろしかろう、道具もうないでしょこの人、じゃあ戦うしかないね、僕も戦うよっつって剣を持ってのび太が立つんだね、よしいいぞのび太俺に任せとけっつって全員がこうかかるわけだ、いけいけヒーローを落とせ、落としてくれ、やったよし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 、いいぞいいぞよし、さて困ったのは回復が少ないことだ、メガドラ焼きがあとはもうメンマくんが持ってるやつしかないから、これをドワーンドワーン、のび太が攻撃を受けた、分身が当たってしまった、うーんのび太のび太大丈夫か、うーん果たしてこれをのび太に回復を回すか回さないか、友情を取るか勝利を取るか、僕は友情を取る、ジャイアンそれは最後のメガドラ焼きじゃないか、いいんだ食うんだ、うのび太一緒に一緒に勝つんだよ、どうだ大丈夫よしよし、さてさあこっからですよね、一丸となって戦うと、あと2ターンぐらいなんとか全員が持ってくれれば、あーすごいドラえもんが会心の一撃を出している、素晴らしい、のび太がのび太を生かした甲斐がここであるかもしれない、メンマくんがどら焼きを自分のためだけに使うんだ、そしてみんながみんなのために戦っているのにメンマくんだけは自分のためにどら焼きを食べるんだ、それを逃さんとする、あー勝った勝ったメンマくんかっこ悪いね、自分だけが助かろうとどら焼きを手にしたその瞬間仲間たちが怒涛の攻撃で勝ったというね、ありがとうやったやったさてやったみんなよく頑張ったね、さあエンリールの街に帰ろう、これでイベントをやったらもう帰ってくださいという感じかな、君たち本当によくやってくれた、君たちのおかげで恐竜たちもおとなしくなった、なんじゃ族とも仲良くやっていくよ、よかったよかった、
早く静香さんが見つかるといいわね。はい、それでは皆さん、僕たちは地上に帰ります。皆さんお元気で。またのび太くんの新しい表情が。これがのび太のバイオハザードですか？いや違う、これはギガゾンビの逆襲です。表情豊かですな。残るは静香ちゃんだね。さあ調べるよ。わかった。どこどこ？古代、大昔の日本。ということはタイムマシンですな。よし出発だ。おっと、その前に俺母ちゃんのとこ行ってくる。あ、ジャイアントお別れだ。結局魔人のマイクを使わずにお別れですよ。店をサボっているから辛いもんな。すまん、また後でな。と戻ってこれるかな、ジャイアン。戻ってこれないんじゃないかな。あ、また新しい表情だ、ドラえもん。あ、どうしたの、ドラえもん。タケコプターの電池がなくなっちゃったんだ。あー、大長編っぽい。なんてこった。タケコプターも使えなくなるんだね。原作再現がここにもあるんだね。これ誰？ジャイコ？あ、全然違う人だった。ジャイコいないんだよな、この ゲームの中にな。スネオがなんか作ってるらしいから、ちょっとスネオにお邪魔しに行きましょうか。できたかな、スネオ。ラジコンどうだった？ごめん、まだできてないんだ。もう少し待ってよ。うん、頑張って作ってね。ドラえもんの目が死んでいる。これは信用していないな。僕たちは静香ちゃんを探しに行ってみるから。すごいよね。よく3音でやったよなと思うね。基本的に2音しか使ってないのかな。大したもんですよね。ジャイアン、母ちゃん勘弁はどうなの。まあ皆さん帰ってきてよかったですけど。あれ、ここは、あ、ここ静香ちゃんのお家か。源家ここなのね。ジャイアンちどこだ。ここか。そうだね、母ちゃん勘弁。あー、母ちゃんがいなくなってジャイアンが店番してんのか。あれ、たけしなら人類の危機だとかわけのわかんないこと言ってたけど、怒鳴りつけてやったらしぶしぶ隣町まで配達に出かけていってよ。ああ、存在を消された、存在を消されたジャイアン。ああ、さようならジャイアン。ああ、君のマイクの腕前を知ることもできず、ああ、あれしてしまうだね。さらばだな。さあ、じゃあ自宅に戻ってタイムマシンかな。自分家はどこだろう。だいたいのび太の家なんて赤い屋根の家だろ。そうだね、たまこさんがいるね。たまこさん、静香ちゃんを救いに行ってくるよ。のびちゃん、お勉強は終わったの？今でも親子の関係がだいぶ変わってきてるから、今の親御さんはこうやって勉強やったのとかってあんまり言わないですよね。さて、じゃあタイムマシンを使おうか。こうかな、タイムマシン。ああ、どこだタイムマシンは。タイムマシンどうだよ。道具がいろいろありすぎて、あの、慌てて4次元ポケットの中からいらないものをいっぱい出す感じのあれになってるよ。どこだタイムマシンは。あった、あった、電光石火の下にあった。これでいいんじゃないか。あれ、タイムマシンってここで使うんじゃないの。こっちか、のび太の部屋。ああ、そうか、こっちがのび太の部屋で、隣はお父さんの書斎なのか。カーテンがついてて、ああ、こっちがのび太の部屋なんだ。
し。ああ、ね。だ今の親御さんはまたでも勉強しろって多分言わないようにしてんだと思うんだよね。ああ、来た来た。こっちがのび太の部屋だった。古代来ましたよ。日本誕生編です。来ました！やったー。ここはトロの村だよ。ちょっと今さようならジャイアンを書いているから、彼は隣町に行って帰らぬ人となったのだ。ジャイアン、ジャイアン、ジャイアンは帰らぬ人となったのだ。世界を救うためにな。ら僕らは友達じゃ、友達なんだ。ジャイアン隣町に行っちゃったから、さらばジャイアンですよ。よし、次におそらく最終章でしょう。ギガゾンビの逆襲のステージ、日本誕生のどこまで来ましたね。トロの町ね。まずトロの、あ、町じゃない、トロの村、ここからスタートです。僕は原作も知らないから、これ全くもってあれですよ。なんかこう原作ポイントとかあったらみんな教えてくださいよ。ナンボの村が暗闇族に襲われた。ナンボの村が東にある。火吹き屋根みたいなのがあれか、うちか。あー、これオブジェ、何かと思ったら焚き火だ。落ち着いてみたらこれ焚き火だわ。南部の裏は遥か東じゃ。さっき聞いた。静香ちゃんはどうやって捕まってるんだろう。現代人の服を着て捕まっているんだろうか、それともターザンみたいな服で捕らえられてるんだろうか。のび太さんってとろそうね。でもほっとけないって感じ。応援するから頑張って頑張って。のび太はでもやっぱ愛されキャラなんだよな。そういう意味ではな、いいキャラクターだよ。人を探しているのならテラ様に聞けばきっとわかるよ。テラっていう人がいるんだね。預言者ですかね。そうじゃなきゃなあ、のび太野球やろうぜなんて言われないわけですからね。妖魔城には恐ろしい精霊をギガゾンビがいるんだぞ。妖魔城ね。このゲーム終わったら僕はギガゾンビの逆襲をぜひ読みたいと思いますね。のび太の日本誕生。テラ様を知ってる？知らないの？遅れてる。なんか時代を感じる感じだな。ギガゾンビが復活したので安心して暮らせない。なるほどね。で、やっぱり泥棒があるんだね。よし、調べる。ペガサスの羽。あら。遅れてる？遅れてる。言わないね。力電池を見つけた。これもあれか、力系か、貯めるやつか。効果がやっぱ後半に手に入る道具ほどいいのかもしれないね。
夜魔城の周りは炎の谷で囲まれている。芭蕉船、炎を沈めることができるんだけど、急に最勇気になりましたな。芭蕉船ってあったの、この原作には。これ入れないとこね。暗闇族がギガゾンビの手下になって、村人、あー、パラレル最勇気もあったね。そうだそうだ、のび太が孫悟空になるやつ。じゃあ本当に要素が、でもこれ1990年なんだけど、パラレル最勇気ってもっと後じゃなかったかなとちょっと思ったりもしてる今。なんで芭蕉船なんだろうな。あ、やった、メガドラ焼きをじゃあちょっと買えるだけ買っていきましょう。10個ほど買えればいいかな。 OK。 いやー、また静香ちゃん手に入れるまで3人旅か、つらいな辛いな静香ちゃん。よいしょ。でも静香ちゃん仲間にもなったら、すげえ強い静香ちゃんが仲間になるんだよな、レベル25への。よいしょ。それはそれで怖いな、のび太さん。ああ全部聞いたかな。だから情報でわかるのは、ここが古代のトロの村で、東に行く南穂の村に長老がいて、妖魔城に暗闇族がいて、ギガゾンビが待ってるよっていうことだから、じゃあ行ってみよう。お、また新しい曲だ。それぞれにテーマ曲があっていいですな。これが最後の曲なんだね。これ劇場版のサントラみたいな感じですかね、もしかして。ちょっと聞いたことある的な感じになってんのかな。とりあえず、あれ、魔物が逃げ出したってことは僕が強くなってんのかな。ねえ、なんかすごいおとなしい感じの曲でいいですね。まあとにかく空気砲が便利であるな。どうだ、うわー強えなー、敵強えな。天狗コウモリ、青大将、あー、それこそもう日本の神話のやつとかが出るの。ジャイアンね、隣町にお使いに行ったまま帰ってこないの。だからもう一緒に冒険できない。隣町に行っちゃった。ゲームの中でもう一生出てこない。だからさらばジャイアンツ、頑張ってお使いやればいいじゃん。お使いに行ってしまった。スネ夫はラジコン作ってるしさ、みんな助けてくれないんだよ。なんとかね、この3人でしずちゃんを倒しにじゃない、助けに行かなきゃいけない。あとはもうほんとアイテム整理をしないとダメだね。ほんとだよ。あれ、僕はのび太を回復させたかったんだっけ。あ、違った、ドラえもん回復させたかった。くそ。よいしょ。
もうな、ドラ野球までのところにね、装備欄が埋まっちゃっててさ、ちょっと良くないので、そろそろアイテム整理しないとなと思ってますね。いや、あ、来た、土偶がいた。土玉ロードっていうのが出てきましたね。マッチだけで何もしないで、キスにとかよくなりますか。いや、出来杉くんはだから、出来杉くんがいるとドラマが生まれないんだよ。頭がいいから、解決方法をもうあっという間に探し出してしまうから、だから参加が許されなかったんだよ。うん、チートすぎるからあの子は参加させてもらえない。もともとだから出来杉くんが最初ののび太の恐竜から参加する予定ではあったらしいんだよね。だけどお話構成してみたら、のび太のっていうタイトルがついてるのに全部出来すぎのになってしまうわけですな。これのび太のほにゃららじゃないじゃんってなるから、だからじゃあ出来すぎはかませないようにしましょうってなったらしいですよ。よいしょ、よし、まあまあ今ドラえもん好きの人が見に来てくれてるとは思うので、このドラえもん放送してるときはドラえもんのどんな話が好きでしたかとかいうのをね、ずっと聞きたかったの。ずっとゲームに一生懸命で聞く暇もなかったんですけど、今この移動の時間も含めてね、聞いてみようかなと思うんですけど、ドラえもんでなんか僕はこの話が好きだとか、これが印象残ってるとかっていうのありますか。僕は静香ちゃんの牛乳風呂の話が、あの人はあのワイン風呂とか牛乳風呂とかバラ風呂とかすげえ入る人だから、あれでなんかそういうお風呂文化というのを知ったというので、僕の中では、できすぎくん、そう、そう、リトルスターウォーズ、あのちっちゃい体になるとね、あのコップ一杯の牛乳で牛乳風呂ができるっつうので、わーいなんつってさ、やってるのとかね。のび太のバイオハザード、あー、僕だからそれやったことも見たこともないからさ、よく知らないけど、ニコニコ動画最盛期の時に結構人気だったんだよね、それね。やっぱり面白いんですかね。これでどうだい。ああ、違った、ドラえもんを回復させなきゃいけなかったんだ。もううっかりしてるね。なるほどな。みんなはでもやっぱもう普通にあるドラえもんだから、これがっていうのがないのかもね。一緒なの、そののび太のバイオハザード。じゃあのび太のバイオハザードの話を聞こうね。ベースが一緒なの、それともいろんなゲームの要素が入ってる二次創作っていう感じなの、のび太のバイオハザード。あ、見よ、なんぼの村まで来ましたよ。ベースはバイオハザードだ。じゃあ洋館かなんかに行って、あれなの、仲間とか死んでっちゃうの。そしたら最後に助かる仲間とか、あ、なんかすげえ荒らされている。南方の村、あ、ほんと光の村は東だ、だが山を回っていかねばならんぞ。東に東に行くあたりも多分日いずる国的な感じのあれがあるんでしょうな。コンセプトがしっかりしている。村が暗闇族に襲われてしまった。
芭蕉船については暗闇族のボスが詳しく知っている。長老が暗闇族に連れて行かれた。無事に戻っては来たが、どうやって帰ってきたか覚えていないらしい。記憶喪失か。なんでボスが知ってることをこいつは知っているんだろう。さあメガドラをちょっと買っていこう。わ、ここに来て特用ドラ焼きがあるっつうのも怖い話だな。オッケー、とりあえずこれぐらいでやっておこうかな。不思議だね。意外にここは規模が縦に長いのか、この村。そうか。空き家もう飽きた。空き家はやめてくれよ。よいしょ。長老は何か寺様の秘密を知ってしまったらしい。これが長老。はい、寺様のことで重大なことを知ってしまったような。ダメじゃ、思い出せない。こういう時は何ですか、忘れなぐさですか。忘れなぐさ、認知機能が低下してしまっている。しょうがないね、年だからね。寺様は山の向こう側の光の村にいる。まあじゃあ延々に歩き続けるしかないのか。ドラミ、ちゃんとドラミを呼べ、ドラミちゃんにドラ焼き持ってきてもらおう。何個くれるかな、何個くれるかな。2957個作ったから持っていって。頭がおかしい。ありがとう。もう暴力だよこんなの、ドラ焼きの。ありがとうございました。怖いなぁ、2700個になった。山越えしなさいって言われてるね。使い放題、これマップとか日本列島みたいな。野蛮原人。この名前も今使えないんじゃないの。野蛮原人だって。すごいな。あ、野蛮原人はでもやっぱ3人パーティーの時はちょっと弱くなってるね。あの恐竜が頭おかしかったんだよ。もうゴルゴザウルスはもう本当に印象に残るね、このゲームでね。やめてくれよって思ったもんな。だからそういう厳しい環境の中から今ちょっと一旦こう息が抜けるポイントとしてこれがあるんでしょうね。後半また厳しくなるかもしれないけど、緩急の付け方とかちゃんとしてるねこのゲームね。この3匹組でだってなんだろう、これまでの、戦い方のセオリーを覚えてればある程度対処できるっていう感じに一応されてるので、むしろだから前のエリアよりちょっと弱いんじゃないっていうぐらいの感じで、うまく作ってあるよね。あ、爆弾使っちゃう。あドラえもんがついに爆弾を使ってしまう。結構爆弾威力強いな。39とか与えたぞ。ドラえもん僕好きなんだな、やっぱな。地球を破壊するしかねえっつって。あ、ドラえもんが狂った。日本が生まれる前に日本が壊れてしまうね。爆弾をついに使ってしまった。地球破壊爆弾、あの発想は本当素晴らしいですね。
そこが好きなんだよ。藤子不二雄ってやっぱちょっとその子供のためを思っての成人君子というよりちょっとおかしい部分があるというかね。そこがいいなと思うんだよね。やめろ。こっちでいいのかな。常識人なんだね、のび太はね。あ、行き止まりだ。よいしょ。怒らせ。ねえ、やっぱみんなもドラえもんは抑えてんだよな、そうやってな。それぞれの世代でな。今の子は今の子でアニメのドラえもん見てるだろうし。伸びたかな。 あドラえもんか。よし、お、なんだ、鬼っ子。これ原作にいるの。口開けてんだが鼻がでかいんだがなんだかわからないキャラクターで、あれ強い。あ、強いな。早く静香ちゃんが仲間にならないかな。あ、出た、光の国だ、光の村。いや、万元人嬉しいな。ドラえもんだらけ、の狂ったドラえもんたちとか好き。あー、仕事手伝わせようとして最後狂ったのが現れるやつな。うん、僕もあの話好きです。あれは傑作だよね。だった、タイムパラドックスの話で非常に面白いんだよね。暗闇族はとても乱暴、喧嘩が好きなんだ。野蛮原人っていうのもいるけどな。あ、この人たちみんなあれか、原始服、毛皮の服着てんのか。テラ様が目には見えない誰かと話されているのを見てしまったのです。村人のエネルギーのすべてを奪わないでほしいと頼んでいました。重大な秘密を聞いてしまったんだわ。お、怖い。へそから注入する、気持ちよくなって痛みが麻痺する道具とかもあるぞ。タイムリーだね。そうそう、へそリンスタンドって僕聞いたことないんだけど、あるのそんなの。やだった、怖い。ドラえもん、いろいろ知らないドラえもんがあるね。じゃあどんどん教えて、そういうの。何へそリンスタンドって。暗闇族の村はここから北に行ったところに。へそから注入して怖くないの。漫画だからね、別にそこは、暗闇族の村は北にある。狂ってる。あー、狂ってる。素晴らしいね。わあ、怖いな。初期の作品か。へえ。でもやっぱそんだけぶっ飛んでた方が面白いわな。お、誰だ。いや、ククルじゃないか。久しぶりだね。元気だったかい。うん、のび太くんたちも元気そうだね。またこれも似てねえな。説明書にあるククル、もうちょっと美少年なんだけど、すごいチンチクリンに書かれてるね。なんでこの時代に爆弾があるんですか。火薬があるから。もうなんかどっと上手いやつと下手なやつがあるんだよ。ジャイアンとかすごい似てなかったですよ。息子のククルはとても働き者だよ。今話してきて、テラ様っていうのを今探してるとこです。あー、面白いね。ドラえもんまた一気に見たいな。バリアの毛皮、
ひどいと思います。どの辺がひどいの？ムー連邦の大統領電撃の石やり、あらあら、すごいな。近代兵器というか未来兵器的じゃないものが最強になってくんだ。これすごいな、原始時代。これは珍しい、タヌキを連れての旅かね。気をつけなさい。すごい、ドラえもんいじめられてる。これテラ様かい？化け物に吹き込まれた毒を抜くには一つだけ方法があるそうじゃ。なるほど。なんかじゃあ毒に侵されてる人がいるんだな。なんだろう、この辺ほんと原作を知らないからあれだな。僕は新鮮であるよ。ドキドキしてゲームを今進めている。懐かしのあのとかっていう、それまでプレイしてた感じじゃない感じでやってますね。お、また来た、メガドラ焼き。もうメガドラ焼きぐらいしか買うのないよ。結構買ってんだけどな、全然埋まらないのがすげえな。使ってんだろうな。で、テラ様どこにいらっしゃるの？ああ、ここだけわざと言ってなかったね。ここだね。寺様、お屋敷。また、卑弥呼様。おい、来たよ。あれ、あの宝箱とかは、後々拾えるのかな？寺は私です。あ、女の人なの！ああ、ごめん、僕、寺っていうぐらいだから。ファイナルファンタジーのメガネかけた人かと思ったら、テラ様は女なんだ。アマテラスか。ああ、テラって女の人なんだ。テラは私です。多分似てないんでしょうね。静かという女の子なら知っています。この世界の人間ではないわね。え、これテラ様の絵とかあんのかな。ああ、いないわ。ククルとギガゾンビの絵しかない。俺はキングダムハーツの真面目な人を思い出してたわ。ああ、それもテラって言うんだね。さあ、だから元の世界を戻してあげました。本当よかった、ありがとう。あなたたちも危ないことをやめて帰った方がいいわ。でも僕たちはギガゾンビの悪巧みをやめさせなければならないんだ。ああ、そっか、諸悪の根源というか、最初にギガゾンビを追っかけてて、悪空間でバラバラになったって話だからな。お、顔が全然変わっちゃった、テラ様。これ多分容量足りなくていろいろ使い回しをしてる中でのこうなりなんだろうな。じゃあ現代に戻ったんだね、静香ちゃんは。じゃあタイムマシンで戻ればいいんだね。本当かい？ちゃんと静香ちゃんは戻っているのかい？ドラえもん、どう思う？相談するよ。ギガゾンビはこの世界にいるんだ。え、そうなの？ドラえもん、ダイモン。まあここから北に行けば暗闇族の村だから、行けばなんとかなるでしょう。とりあえずドラミちゃん呼んで、また100か200ぐらいドラ焼きもらっておこう。ドラ焼き240個、もう240個もらってもちょっと少ないって思ってしまってる自分がいるよ。やっぱ1000は貯めてもらわないとなとか思ってる自分がいるよ。よいしょ。ダメだね。人間はどんどん怠惰になっていくね。まず野蛮原人をやっつけよう。
で、その後でお肉をやっつけた方がいいんじゃないかな。よいしょ。お肉多分口開いてんだろうな、これな。ポカーンって口開けてるキャラクターなのかな。お、なんだ。知らない。でもなんかみんな信じてるから超能力みたいなのがあるんじゃない。なんか急に山賊の強そうなキャラクターが出てきましたよ。土鬼、ここに来て新キャラですか。すごいね。って持って返しましたなんだろう。なんか異空間の穴が開いてたりとかしたのかな。でもそれでも現代に戻れる保証はないわけだからね。ちょっと危険なことをしているよね、テラさんはね。ああ、そういうのもあるね。今というものの連続でしか時は流れないというあれでございますね。これやばくないか、やばくないか。おお、どうなんだ。あ、のび太が死んだ。いや、あ、これやばいか、やばいんじゃないか。あれ、幽霊なのか。幽霊体みたいになって返されたってことなのか。あ、姿の見えない人、ちょっと待って、誰だ、ネタバレしちゃおうか。気づかない僕が悪いんだけど、幽霊体か。目の見えない人と喋ってたっつうのもあるからな。ありえなくもないね。くそ、ネタバレされたぜ。OK、とりあえず暗闇村に行ってみるよ。この辺はでもほんとなんかいざなわれるまんま、なんかこう行ってる感じがするね。わあ、暗闇族に鬼っぽい。みんな強いんだよな。えい。そうだ、あのショックガンって単体なのか全体なのか見とこう。ショッキングガンだっけ。あ、衝撃波ピストル。あー、敵単体だけどすげえダメージがバカみたいに出るらしいです。衝撃波ピストルすごいよ。星が6つついてる。星が6つついてるって相当だと思うんだけど、マジか。野蛮原人の色違いで暗闇族が出てますね。うん、いい感じ。誰？わあ、ドラえもんじゃないのね。ドラえもんだけ回復してね。よっこら。はあ、ドラ焼きがまた少なくなった。よし、これはアイテム捨てる勇気が必要だね。多分静かちゃん仲間になるまでは何が大事かわからんので、あれだけど、そろそろ流しないといけないな。一応ショッキングガン装備してショッキングガンで倒すっていうことも考えた方がいいかな。
普通にのび太が攻撃したら30ちょっとでしょ。それを100とかダーって出るようなやつだったら使ってもいいだろうしな。何年待つんだよ。何したいんだ。僕もそのママ発言で今自分が何したいか忘れちゃった。何したいんだっけ僕は。ああ、ショックガン装備したいのか。ショックガン。ショッキング、ショッキング。あれ？ショッキングガン拾ったんじゃないっけ。ショッキングガンってどこにある。ああ、違う、衝撃波ピストルだ。名前が全然違う。衝撃波、うん、衝撃波ピストルだね。これで試してみよう。あと思ってたら暗闇の村に着いた。ありがとう。じゃあドラミちゃんで一回セーブしておこうかな。あー、普通普通ダメだ、感覚がおかしい。どら焼き296個はおかしいんだって。値段にして3万円ぐらいですよ。ここは暗闇の村に決まってるだろう。ポカ。ああ、土の中にいるんだ。用もないのに話しかけないでポカ。この人たちはあれか。もののけ姫みたいに仮面かなんかかぶってんのか。えらい暗闇族は家を建てる。えらくない暗闇族は穴を掘って暮らす。ありえるね。まさに。強い石の指は。熊の毛皮。どんどん野蛮人になっていくな。野蛮原人に近づいていくな。じゃあこれは偉い人なんだね。こんにちは。妖魔城に行くには炎の谷を通っていかねばなら。その谷は西にある。行けるものなら行ってみろ。そうだ、どこでもドアは生きてるから手前の町に戻りたければ戻れるのか。とりあえずテラは女の人で、静かは返したってことでいいんだな。で、暗闇の村で、谷が西にあって、谷が西にあって炎の谷で行けるものなら行ってみろと、そういうことだな。まあ、家と穴が分かれてるから他の町よりはちょっと区別つきやすくていいな。なんだお前は。意外とでも優しいね、暗闇族の人たちね。口だけだから、あの、可愛いですね。殴るぞ。本当に殴りはしない。可愛いね。あら、何もないし誰もいない。なんだろうか。あの一個空いてるところは何だろうかな。おお、メガドラ焼きも売ってくれるんですか。マジですか。ああもう取れないと。あの、そら面白くない。うわー、どうしよう、僕原始時代にゴミを置いてくのやだな。原始時代にゴミを置いていくのはちょっと気が咎めるってな。炎の谷の地面はまともに歩けない。場所線ね。谷の真ん中で使えよ。でも場所線持ってないからさ。場所線はどこにあるんだかわからない。え？テラ様が場所線持ってんじゃないっけ？違うんだっけ？確かにここがボスの家だが、お前らは何者だ。ご
それにしても寒い。雪が降ってきたぞ。あっという間に真っ白け。お前雪は好きか？ああ、そうね。そういうネタになりそうだね。俺は嫌いなんだ。君に話を合わせなきゃいけないのか。なあ、そのうまそうなどら焼きくれないか？いいよ。こいつはうまいぜ。お前なんだ？お前なんだ、どら焼きあげればいいのか。意味がわからんねえ。まあいいや、どら焼き1個で話がついて。お前ら怪しいやつめ、やっつけて。ああごめんなさい、暗闇マスター。ちょっと強いんだろうな。あーあとこれボス扱いだから結局衝撃波ピストル効かないのか。じゃあしょうがないな。ファイト小槌か。いやイメージ実体機でかわしやすくしとこう。13。うわマジか。ファイト小槌か。あ、そっか、ジャイアンに持たせてたのか、特技とか。そうか、なんとかのび太はかわしてくれる。あーいいね、のび太かわした、さすが。いや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 、これはやばいんじゃないの。1、105、14。いや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 、これはどうなんですか。もうないだろう、衝撃波ピストル当たんねえだろう。あ、当たった、うつえ、70。ここに来てのび太が輝く。マジか、衝撃波ピストル当たると70強い。やった、なにこれ、バカみたい。あー危ない危ない、死んじゃう死んじゃう。メンマさんは道具でメガドラ焼きを食べてください。で、のび太が衝撃波ピストルでババーンと撃っちゃう。勝て、やった、強い、聞いてよかった、衝撃波ピストル、ありがとう。いやー、いいところで装備してましたね。ここでのび太の射撃の腕が光ったね。いや、のび太活躍してるじゃない、素晴らしいじゃない。まいった、お前強い、俺は俺より強いやつには逆らわないんだ。馬上戦は寺様が持っている。馬上戦は寺様が持っていることは誰にも喋るなよ。あれ、なんだ、いろいろつながりがあるんですか。寺様は悪者なんですか。あれ、入り口塞がれてる。ああ、どら焼き1個ですいません。本当だ、いいな。やっぱでものび太といえばピストルというか銃を持たせたいですよね。5秒で眠れる才能が今は羨ましい。あ、雪が降って、おお、雪が降っているよ。ありゃあ。あ、でこれがマグマの大地。あ、マンモスだ。ちょっと待って、マンモスはいるわ、キメラはいるわ。おかしいことになっているけど、いいのか。すごいな。まああと、もうここは衝撃波ピストルでいろいろやっていこう。24しか与えられないところを衝撃波ピストルで75与えられるわけだ。あ、これはやっぱ、あー死んじゃう死んじゃう死んじゃう、あー死んじゃう。衝撃波ピストルでなんとか、むしろのび太を生かす方向に。あー、のび太が死んだ、のび太が死んだ。うー、大丈夫か。あー、炎を吐かれた。いやーいやー、逃げろー。あー死んだ、二度目の全滅だ、お兄ちゃん。大丈夫ではないけれど、つえーなー、あれはちょっと勝負できないかもしれないね。
いやもうレベル32とかですけど、まあ装備とかね、実は地底の王国から一切変えずにも来てるというのはあるんですが、いやーマンモスキマエラアホみたいに強かったな。よし、じゃあどこでもドアを使おう。ドラえもんどこでもドアだ。おう、あいいね。これであれか、全体がこう雪に、あー全部雪になった。あーそうか。でテラ様がいるのは光の村か。ここに飛んで話を聞いて場所戦ですか。挑戦？それよりククルのお母さんが病気になってしまった。いや話が脈絡がないんだけど、うん、直すには赤い薬草が必要。その薬草はどこにあるんですか。暗闇村の近くにある洞窟の開いた宝箱の横。そこはと、さっき言ってきた危険だった。ククルは僕たちの友達なんだ、ほっとけないよ。ほらのび太だけ異常にキャラクターうまいんだよな。なんか行かせるわけにはいかないとは言っても、もう場所は教えてしまっているしね、いろいろあれでございますな。もうじゃあ装備変えるか。もう変えないとダメなんだろうな。メンマさんがメガドラと中身スイトールをポケットに戻そうか。最終場所まで細かく教えて置いていかせないとかねえ。さあじゃあまあ今まで手に入ったアイテムの中での良さげな装備を前衛のメンマに装備させますか。どの辺なんだろう。バリアの毛皮とドラゴンの角、電撃の石槍をまずメンマさんに任せましょう。これで装備で強ければいいんですが、ああ電撃の石槍装備、ああ5上がってしまう。もうドラゴンスレイヤーなんかよりもこっちが全然強いのかよ。うわマジか。じゃあこの道具メンマさんのドラゴンスレイヤーをドラえもんに渡して、ドラえもんはドラゴンスレイヤーを装備すると。わあすげえ一気に上がる。でメンマさんはまた1個開くから、そしたらまたポケットからなんか防具的なものを取り出せばいいんじゃないか。強い石の指輪でいいかな。渡す装備。お、すげえ。一気に何本上がったこれ。22？ また急に強くなりますね。おお、まあそれが必要なんでしょうけどね、ここのステージね。びっくりするぐらいに上がるな。じゃあこれでちょっと旅に出てみようか。いやー2回全滅してしまったな。どこでもドアで、暗闇の村の宝箱のなんちゃら横丁が危険でどうのこうのつってたよな。どこだ。とにかくマンモスに出くわしたらダメだね。マンモスに出くわさないように探そう。
よし。しかし、まあ、静香ちゃんのしの字もないもんですな。これか、やしろ。こん中にあるのかな。秘密、クッキー法。で、衝撃波ピストル。これでどうだ。よいしょ、横になるよ。さっきのマンモスキメラ何だったんだろう。帰る、帰るよ。遠くて申し訳ないね。またちょっと横になりながらやらせていただくよ。遠い方がいいっていう人もいらっしゃるかもしれないから、こうやってやらせていただきますよ。まあでもないよりはいいよ。歩いていくよりはどこでも。寝起き配信に期待します。
ーでもここしかないのか。ここが洞窟じゃないと思ったけど、やっぱ洞窟でいいのかな、これな。ここの開いてる宝箱の横を調べればいいんだろ。だから宝箱自体はその赤い花を見つけるまではあげない方がいいんだな。あとこいつらがアホみたいに強いんですよ。なんでこいつらアホみたいに強いんだっていう。アイアンアイズがまず倒せなくてさ、強いんだよ。アイアイズだからやっぱ目がいっぱいありますよねっていうキャラクターなんでしょうね。衝撃波ピストルは強いんだけど、やっぱり多用してるとどら焼きがあっちゅう間になくなるっていうこともあるよな。だから1回の戦闘でだいたいどら焼き80ぐらいなくなるから恐ろしいですね。でもう何体力というか頑張りですか、あれがちょっとでも足りなくなるともう大変なわけで、すぐ瀕死の危機になるわけでね。じゃあ今度こっち行くか。まあそんな近場にはないだろうけどね。この宝箱の横っちょにあるんだろ。なんでそんなふわっと、なにこれ、なんかくれトーテムベ。もうなんでこんなやる気ない名前なの君。なんかくれ。オーバキューみたいな顔してね。まあでもトーテムベはあれだな、ちょっと藤子キャラっぽいっちゃ藤子キャラっぽいですね。あれ寝ちゃった。よく寝るな、メンマさん。なあ、一歩歩いただけだよ。一歩歩いただけだよ。ピストルが、あーでもそういう感じでちゃんと考えて使わないと、あらかどら焼きも自利品になるぜっていうことでもあるんだな後半な。まあ普通にやってりゃなんてことないんでしょうけど、うん、のび太が死にそう、のび太が死にそう。
と横になりながらやりますよ。ここの探索は割と精神的に来そうなので、少しでもダメージがないようにちょっと横になってやります。声が遠くなりますよ。静ちゃんから広告もらっちゃったよ。源静香さん、ありがとうございます。声が遠くてごめんね。ちょっと面白かったですね。ああ、また南極行く。よいしょ、ありがとう。はいはい、どうも、声が遠くてすいません。よろしくお願いします。今ちょっとね、体が疲れたので横になりながらゲームをしているのでマイクが若干遠くございます。よろしく。遠くてすいません。ちょっと今起き上がれないもんですから。もうよろしく。起きるか。起きるか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん、そうだね。ドラえもんは小学館が攻略本出すからね。当時のやつあるだろうね。今売ってないんだろうな。欲しいな、今だからこそ。マイク戻りました。よろしくお願いします。うん、よろしくね。
寝てると初見とか来る法則ね。あのよいしょ、こうやってマイク近くにしていろいろ喋りながらやってると別に誰も話しかけてこないのに横になってペローっと少し楽をしたいなと思う時に限り初見ってくる感じね、すごいなと思います。うわあ、もうなんでこんな一歩歩けば出るんだよ。よいしょ、それは何の話？あら、あー、ドラえもん、ドラえもんが頼り。ちょっと何の話か分かんなくて。ドラえもん。ドラえもんだよ。そうだよ。まで続くんだろうな。作者が死んだらもうダメだろうと思ってたけど。あー、メモのね。ごめん、テラさんっていう人が静香は返したよっていうことを言ってたから、だから、あー、静香は返したって、返したんだってメモっただけです。そう、メモです。そんなの気をつけて見てくれてるね、ありがとうございます。あ、メンマさんを回復、あれか、回復させなきゃいけなかったのか。もうなんか このスクロールさせてる間に誰回復させるんだっけって分かんなくなってんだね、僕はね。よっ、やこらせ、もうでもいい加減、いい加減、とにかく4人パーティーに早くなりたいの、僕は。4人パーティーにならないもんすかね、これね。いやー、もう困っちゃったよ。でも4人パーティーになって、アイテム整理して、もうあと、どら焼きだけ持ってこの辺うろうろすればいいかなって思ってんだけど。これの横丁が違うな。ないよね。よいしょ、パコって開いてる宝箱じゃん。無敵放題、あー、やったー、無敵放題だ、やったー。ドラえもんポケットから無敵放題を出したまえや。どこだ、あった、これドラえもんに渡して、で空気砲を戻して、基本もういらないから、ポケットに戻して、あべこべクリームもいらないのかな、結局ボス戦ぐらいでしか使わないから。無敵放題というとスネ夫が独自に狙いデパートから購入して裏山に設置したの、あのすげえ、僕は知らなかったけど、そうなんだ。あのですよ、最初から空いてる宝箱を探さなきゃいけないんだけど、それがどこにあるのかがわからないからさ、困っております。しかしピストルの攻撃力が強い、これは強いな。すげえな、なんでみんな知ってんの、その無敵放題の話。僕知らないんだけど、素晴らしいね、みんなのドラえもん愛がね。あー、あれだあれだあれだ、多分あの開いてるとこにあるんだ。よし、来た。さあ、じゃあドラえもんが使うよ、無敵放題。そうです。だから早く静香ちゃんを仲間にしたいんですが、なかなか
無敵放題はそういうあの無敵放題なんですね。よし、それを手に入れたぞ。やりましたぞ。無敵放題強いな。あー、なんでコカインって草なの？これだ、これの横丁に。あれ、おー、中ボスでも出たかと思った。赤い草ですよ。よし、オッケー。ボスとか出るなよ。どうだ、あった、やった、赤い薬草を手に入れたよ。よし、じゃあ戻ろう。ここのマップ来たくねえな。まあでも無敵放題あったからな、他のいいアイテムもあるかもしれませんが。よし、じゃあどこでもドアで光の国に戻ろう。光の村ね。静かは返したのところですね。これで芭蕉扇がやっと手に入るわけだけど、静香ちゃんが全然手に入らないんですよ。いいえ。あ、また顔パターンがある。すげえ顔パターンあるな、寺様。これでククルのお母さんも助けられるわ。さあ、ククルに届けてください。ククル君はどの辺にいるんだろう。この辺か。あ、いたいたいた、解約草を探してくれたんだね。それがあればお母さんも梅干し殿下みたいな顔してんな、君はな。きっと治るよ。みんなありがとう。じゃあこれで渡してきたら芭蕉扇をおとなしく渡してくれるんでしょうか。あのお姉さんは芭蕉扇くれますか。いえ、静香ちゃんがいないんだよ。あれ、静香ちゃんじゃなくテラが仲間になるの？マジで？ああ、そういう流れなんだ。テラが仲間になった。テラが仲間になりましたよ。ほら、なぜかテラ様が魔人のマイク持ってるっていうおかしな状況ですけどおかしくないか、テラさん。なんで君が魔人のマイクを、隣町に消えていったジャイアンの、テラエモンですよ。さらばジャイアンが持ってた。もちろん30年越しの初見プレイでございますよ。ジャイアンから、この人何でもありだな。よし、ここになんかいいものがあれば、巫女のマガタマ、それからヒラリ、あー、ヒラリマントだ、やったー。オッケー、そう、72。だからドラえもんが生まれる前から生きてる人ですね。よし、これで、いろいろ書いておりました。よし、あ、じゃあ静香ちゃんは結局最後仲間になって戦ってくれるんじゃなくて、テラを仲間にして最後静香ちゃんを。ヒラリマントはだってでも防御力を上げるんだっけ、かわすんだっけ、敵の攻撃。ヒラリマントの効果は、どうだ、ヒラリマント、あ、敵の攻撃を受けにくくなる。これは自分自身にかけるんですね。でもまあボス戦ぐらいでしか使わないだろうと思うので、
このまま行きます。じゃあドラミちゃんにお話聞いて、イメージ実体と重ね掛けしたら、当たらなければどうということはない状態になった記憶。そんなに強いの？じゃあボス戦ではそれで行こう。じゃあのび太に持たせればいいのかな。一応じゃあのび太にヒラリマントを持たせておこうか。わあ、いっぱい秘密道具があるな。のび太に渡そう。オッケー。ん？うん。何の話かわかんないけど。そうだ。アトムは何年に生まれてたんだっけ？2003年に生まれてるはずですから、あっという間ですな。よし、じゃあ暗闇の村にビョーンと飛んで。初設定の誕生年は2012。ドラえもんは、あ、ドラえもんも2012年に生まれてんの。あらー、うん、よし、無敵放題の衝撃波ピストルの今は2012。あ、テラ何も持ってない。買おう。むしろテラさんはさ、マジンマイクでなんかなりませんか？でも効果がない。本当はこうなるんだ、マジンのマイクは。あ、なるほどなるほど。一回ポッキリで消えたかもしれない。ジャイアンじゃなければ効果がないんだろう多分。ジャイアンの時に一度も使わなかったけれども、じゃあ、あとテラ装備何にもつけてないんだ。そうだそうだ。おお。ですよね、多分ね。くそ。それを知っていればな。いや、教えないでくれって頼んだんだよ。使わないまんまエリアクリアしちゃった。まあ、それはそれでいいかなと思うんですが。どうしようかな。今ある装備をただ装備させるだけにしとこうか。テラはあんまり期待もしてねえし。 OK かな。あとそうね、うん、このままでいいや。うん、でもこれでやっと4人パーティーになったから、そうね、相手の相手のギガゾンビの手前ぐらいまではここの放送枠でやろうかな。なんとも使えて60くらいの全体攻撃でした。ああ、答え教えてもらった、ありがとうございます。わあ、60は強いね。ジャイアンそれだけでも全然良かったんだね。なるほど。じゃあもう今は意味がないから4次元ポケットに入れといた方がいいんだね。もう多分二度とジャイアンを使えることはないだろうから。あ、ドラミに話したいの僕。お兄ちゃん何個くれる？ドラガ焼き108個か、少ねえな。でもまあいいでしょう、最高。これで、あの、マンモスとかキマイラとかいるところで使えばいいんだろ？毎回太陽のドラ焼き作ってくるな。うん、うん、ほんとだよ。2000個もらった時は笑っちゃったよ。よいしょ。まあそこそこテラも役に当たってくれるでしょう。ああ、強い強い、十分。しずかちゃんを仲間にして戦うのは無理なのか、このゲーム。これはある意味ちょっと少年の夢を裏切ったかもしれないね。熟女なんでしょ、このテラさんは。さらに言うと、なんでこんなし、あー、マンモス来た、マンモス来たわ。私がずっと見せるからだったのか。しず
かは返したわ。そういうことかもしれないね。ああ落ちない、1ターンで落ちないんですよ。とりあえずこれで場所線使う場所まで行って、場所線を使ってさ、この後ですよ問題は。でこのテラさんは見えない人とおしゃべりもしてるらしいので、その秘密もね、あれしないと。あーそこか、あの黄色いとこで使えばいいのか。ほら場所線使うぞ。もうポケットから場所線を出してくれたまえ。どこだよ、あったあった。はい、おや、はあこうなりますか。なんだこれ、土グマライダー。あ、埴輪が埴輪に乗っている。マジか、かわいい、ハクソかわいいダメだ、ちょっとこのデザインはかわいすぎるだろう。あ、これ土玉か、ありがとうございます。これがギガゾンビのしもべなんだね。これ土玉ライダーね、だから気になって僕も見たいなと思います。僕は実は大長編ドラえもんの中でのび太の日本誕生を見てないのでね、すごい今新鮮に遊んでるんですよ。だから多分寺様の存在を知ってればよりね、いろいろ感慨深く遊ぶんでしょうけど。おお、なんだ、土玉ライダーと、ちょっと待って、ゴールドマスター、これ鉄人兵団のやつじゃん今ここに鉄人兵団の鏡面世界に行って戦おうとしたあの鉄人兵団の偉い人がここになぜかいるよ。ゴールドマスターという名前になりながら。おお、ちょっとマジかよ。ちょっとこう、だからこれ開発 時点ではやっぱ鉄人兵団ネタとか入れようとしてたこともあったんじゃねえか。あ、テラが死んだ、テラ先生が死んでしまった。ちょっとそんなことを勘ぐってしまうぐらいにこう、あれですな、ここにまさかのゴールドマスター、ちょっとびっくりしますね。またまただ。砲台強いね。まあその分消費もすごいんですけどね。メガ焼き。メガ焼き4つ使うわけでしょ。これで大変だよ。のび太はいいか、回復しなくてなんでのび太差別になっちゃうかな。のび太も大事だよ。のび太は今衝撃ピストルを持ってるから強いよ。こっちかな、うわ逃げていいかな。どら焼き食べると元気が出る不思議。まあ甘いものはいいものですからね。ありゃ、わあわあ、なにこれ、サタンラット、キンタマンモス、あ、キングマンモスか。いやーこれはマンモス強いんだろうな。160、うわあ、そうなのか。じゃあ助けてくれよタイムパトロールよなんでこっちを襲うんですか。頼みますよ、助けてくださいよ。
まあなんとかして、うわーうわー4 18、あ、じゃあピストル使わなきゃなんともならんのか、うわー、秘密道具、衝撃波ピストル、じゃあテラの攻撃も、あー効いてないんだ、うわー効いてない、あー死ぬ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 、うう、あードラえもんが死んだ、衝撃、あーすごい、ただ一人残ったのび太が、回復をさせてもらえなかったのび太がただ一人戦って勝ったよ偉いよのび太、のび太は偉いな、あーそれに比べてこいつらの、ね、使えないこと、そういうことで文句を言わないからまた愛されるわけでね、よいしょ、これはアイテム整理とかした方がいいね、やっぱね、よいしょ、どっかこう山にこっそり捨てるのは僕の主義に合わないので、いやいや、もうネズミ出たらしょうがない、今までだからわざとネズミを出さないようにしてたのもまたいい作戦だなと思いながら見てますよ、この辺は。よいしょ、だからここでもう無理やりでもサタンラットってやつを殺さないといけないわけだな。だけど防御力高くてさ、こいつさ、うわすげえ、会心の一撃で48だって、うわ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 、おい、よし、意外にあるんじゃない、ギガゾンビの横っちょに死なないネズミみたいな感じで、でもその動かないドラえもんが足を引っ張りながらもそのドラえもんをかばって勝利をつかむというのがやはり美しいんではなかろうかなと思うんですが、だからもうこれでダメージ与えるしかないんだね、でテラは1しかダメージ与えられないから、それだったらまだ防御してた方が可能性はあるぞということなんだろうな。いやめ、もうなーめお前らさ、ほんと一歩歩くごとに出るのやめろやめろさっきまで溶岩だったところだ、やめろ、よいしょ、はい、死んだ死んだ、やっぱどんどんねえ怖いよね、よいしょ、大変だなこのゲームな、よいしょ、なんかいい霧のいいところで切りたいんだけど、どこが霧がいいんだかな、僕が精神的に霧が良くないんだね、メンマさんだけ回復だ、これでもラストダンジョンとか結構長めなんじゃないかなと今、ドキドキしております。ほんで結局さ、このマップはさ、どうなれば正解だったんだろうか、これは普通に叩いていいのかな、ゴールドマスターはね、今104って数字出た、強いわ、あー攻撃全然通らない、テラさん何の役に立つんだ、あれか、だから秘密道具持たせて戦わせる要因とするわけか、テラさんは、なるほど、うわー攻撃、うわうわうわ、おい、あーありがとう、そっちか、だから
テラさんには何か持たせた方がいいんだな。何持たせよ。ゲラメソプンピストルかな。僕は何の馴染みもない。電光石火、絶対安全がさ、タンマウォッチ、バリアポイント、力電池、中身水トール、ベコベクリーム、空気砲持たせるかね、テラにね。これで行かせよう。こっちか、こっちを行かせようのか。よし。でもこれまた回復とか足りなくて一回戻るような気もしますよ。なんだこの敵は。あ、メタリッカーもやっぱりさっきのゴールドマスターと一緒だ。あれだよ、すげえな、鉄人兵団がここに来てくるとは思わなかった。まさか土偶軍団に混ざって。そんなことすると思わなかったよ。よし、お城の前まで来たら一回パートとして一回区切ろう。そっから仕切り直しだ。道具整理はどこでやればいいんですかね。アニマルね。なるほどね。よし。すぐマジが。あ、これメンマも回復させた方がいいのか。鉄人兵団は1986年、北ゾンビの逆襲は1990年に開だね。で、このゲームの発売は1990年なんで、やっぱ公開に合わせてやったんだろうね、ギガゾンビをね。わあ、すげえ。うわ、なんだこれ、グレートキマイラ。あー、さっきのより強いやつか。もうすげえな。よいしょ。なんとかこんな感じで。怖い。ね。そっからでもさらに作られたんだから恐ろしいですね。結局藤子不二雄が生きてる間に何作作られたんだ。中の大長編やってる途中であの人はダメになったんだよね。ダメになったっつうか、死んじゃったんだよね。ファミコンのそういうゲームって結構記憶に残ってないもんで、なんかファミコンゲームでのドラえもんっていうのがなんかやっぱ評価が高いような気がする。なんか PC エンジンとかでも出てたんですけどね、ドラえもんのゲーム、非常にこうそそられない感じのドラえもんのゲームが出てたんですが、
来ると恐ろしいな。もう経験値は1800とかになったりとか。藤吉が亡くなったのは1996年みたいだね。ああ、じゃあ6年間はなんか書いてたんだね。だから僕はその多分90年以降のドラえもんは結構触れてない方が多いと思うので、なんかそういうのも感慨深いですな。何それ、なんかの歌？武田鉄矢があの大長編ドラえもんのエンディングテーマ結構歌ってますからね。その界隈ですかね。よしよし、ドラえもんが上がって、のび太が上がって、テラも上がってくれたらいいのに。じゃあメンマさんだけ回復させますか。これ絶対ドラ焼き足りないぞ。でもまあ敵地に乗り込んで、いい防具とかを揃えて、それでなんとかすればいいんじゃないかな。しかし本当にあれだな、秘密道具いっぱい使いながら戦いますね。こんなにこんなに使うの秘密道具。よいしょ。最初の頃戦うばっかりだったのに、今そんな戦うコマンドを使ってるのメンマさんしかいないわけで。あのね、1個ある回復道具もある。OKOK 誰がレベル上がった、メンバーか。だから回復道具はなんだっけ、なんとかバリアだよね。力電池でいいんだっけ。違う、コンクフーとファイト小槌、元気の出る爆弾、があれですね。ファイト小槌まではあるはずです。多分ファイト小槌は何もない。力電池は貯める攻撃じゃなくて、のび太がほらファイト小槌があるよ。ほら、君らはコカインが好きだな、吸いもしないくせにって思うんだけど言いたいだけなんだよな今。スタップ細胞はあります的な感じなんだろうなと思ってんですけど、僕のいい加減付き合うの疲れるからね、そういうのね。あんまりコカインコカイン言わない方がいいよ、飽きるし。君らは面白いと思って言ってんだろうけど、君らがそのバカなことを2019年にやったって記録は永遠に残るわけですからね。これ YouTube のアーカイブに残すんでね永遠にそのこの時代にコカインのニュースがあって、コカインの、やはり民衆はバカであるなっていう風に未来の人に思われるんだから、思われるがいいさ。これさ、でも、違う、のび太が持ってるやつさ、これのび太に持たせると非常にやりづらいから、ポケットに戻してポケットから使った方がよくない？ファイト小槌、楽になったな。ファ
ファイト小槌を使い始めてよいしょ。いやー遠い、たどり着くまでも遠いし、そっから先もしんどいんじゃないかなと思ったりもする。でだ、僕思ったんですけど、そのこれさ、セーブしてないわけですよ、ここまでずっと場所線使ってくるまでね。その なんだろうな、うん、だからクリアしちゃったらまたレベルが、もしくは途中で戻されるようなことがあったらまたレベル上げ直しになるんだと思って、今ちょっと唖然としているところであるわけで、参っちゃったなと思ってます。OK。その話長くなりますか。手短にお願いしますよ。ありがとう。短くまとめていただいてありがとうございます。まあクリアすればいい話だし、負けたら負けたで戻されるわけで。それはそれでありかなという気がしますね。まあ勝った後はやらないだろうからな。でもすごい回り道でもう後戻りできないところに今来てるわけで、それ考えると怖いんだよね。これでどうだ。うわ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 、メンマさん死なないで。よしよしよし、足落ちない。あーキマイラだけは落ちたけど、うおーマジか。はーい、だからもうどん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 どら焼きが消費されてってるわけでしょ、ここ来るまでに。で今ドラミちゃんのドラ焼きはどん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 焼かれていってるわけでしょ。恐ろしいなと思ってます。そうやな、お兄ちゃんのために今1万個くらいのドラ焼きがきっと焼かれているのであろうなと。ポケット使う。あ、いいのか。わらわら、よし、もう歩けば出るしよこいつはよ。よいしょよいしょ。あ、でも遊び方を今までずっと分からずにどら焼きだけ消費して生きてきたんだね、僕はね、ある意味ね。その回復用のやつとかうまく使わないでやってきたわけですから、これはでもキマイラから落とした方が落としやすそうだから、この方がよかろうな。でも結局最後の最後のじゃあギガゾンビさんですよ、多分こういう空気砲とか全然通じないような気がするんだよね。これもあるから余計に怖いよなと思って。まあ多分僕最後の最後まで行ってギガゾンビの玉座まで行ったらどこでもドアで戻ると思うんですけど、次回そんな感じになると思います。どうかな。あーもうなんでこんな出んの。よいしょ、出すぎだよ。いやなんとかしてね、こう
かしようと思ってる中でですよ。ああ、寺が死んだ。マジか。うん、でもこれでやっぱ1回の戦闘で100とか200減ってるわけだから。3000ぐらいあるとして。3000あるとしてさ、100ずつ減ってったら30回しか戦えないわけでしょ。それきつくないかな。わあ怖い。オッケー。おお危ない、ドラえもん生き残った。どうだ、やった、のび太頑張った、えらい。よっしゃ来たぞ。妖魔城だっけ。そうだね。うわー長かった。さあいざ妖魔城です。次回に続く。ありがとうございます。静かは帰った、次回へ続く。ぐらいやったのこれ。うわあ2時間やったんだ。うわあご苦労さんでございますね。よし。よし。何？なんで終わり間際に変なこと言うの？いざって言わなくていいよ。うるさいな。僕が今終了ボタンを押せないのもいいことにさ。いろいろ喋るんじゃないよ。じゃあ一回閉じますよ。でまたすぐ再開しますよ。はい。